意地でも離れへんぞみたいな知らないでしょうか。くっついてるよな。ちょっとくっつきに行ってピシッてやられたらまた怒ってるみたいな、あくっつけたらあ収まってるみたいな。ちょっと恥ずかしくなるのでこの辺りにしていいですか。そうですね。私はイラッとしても一緒に寝る。ほう、太陽さんは喧嘩してても一緒に寝る。おお、相談はしてないんですけど、なんか喧嘩してる時こそ離れたら離れちゃう気がするっていう話はあったかね。そうですね、なんかこう喧嘩してるからこそあえて距離を縮めて、なんか意地でも離れへんぞみたいなじゃあもう喧嘩してこうプンプンなってる時でも寝る場所は一緒、はい、なんかね朝起きたら、うん、怒り沈めた。いやそうなんです、怒ってなかったですよね。一緒に寝ると意外と朝沈んでるんですよね、このイライラが。これなんかちょっと参考にできるなと思ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。知らないくっついてるよな。そうですね、なんかたまに手つないで寝るときあるんですけど、うんうん、その手もイラッとしてるときはギューってやってこの野郎って思いながら寝るんですけど、そうあの愛情のギューじゃなかったそうですよ。そうです、イライラがギューってやったりするんですけど、朝方目が覚めたときにあ怒り収まってるかなと思ったらちょっとくっつきに行ってピシッてやられたらまた怒ってるみたいな、あくっつけたらあ収まってるみたいな、そういうチェックはしてますね。ちょっと恥ずかしくなるのでこの辺りにしていいですか。そうですね、この辺りに続きましょう、はい。